おしゃれ。秘密を知っちゃった。重大な秘密だよ。すごい秘密。すごい秘密だよ。あ、もうサム。秘密があるんだ。知らないでしょ。サムチンお願いよ。その秘密が何か教えてよ。うわー、すごく綺麗。だから言ったでしょ。よし、じゃあこれ専用の特別なケースを作ってみようか。行こう。イエーイ。ねえ、みんなも秘密を知りたい？ほら。こんにちは。サムチンは新しい文房具を買ったのよ。ほら、見て。今日はクールなオーガナイザーを作ることにしたんだ。ちょっと、興奮しすぎよ。わかったから。みんな、チャンネル登録するのも忘れないでね。早速始めてみよう。今回は段ボールをたくさん使うから。今回は特別なオーガナイザーを作るためにユニークな形にしようと思ってるの。滑らかな線を描いてっと。よし。なんだと思う？クルメイト？マジで？やったー！喜ぶと思った。じゃあ切り取ってみよう。まずは、カッターを使うときには気をつけてね。線に沿ってまっすぐに切ってみよう。このステップではうまく切るために大人に手伝ってもらってね。スーが形を決めたんだから色は僕が決めていい？じゃあ何色にする？じゃあ行くよ。ビビディパビディブー。すごい魔法。色も気に入ったわ。よし、次は手が震えないように気をつけなきゃ。この部品を黒のマーカーで縁取りするの。これでゲームに出てくる本物っぽく見えるね。その通り。ここにもう一本線を引いて、よし、オッケー。見てない間に裏の壁を作っておいたよ。うん、ありがとう。こっちは縁取る必要ないから。ほら、次はかなり大切な部分。カッターに気をつけてね。均等に切るためにしっかり押さえるのよ。スーはインポスターだったの？信じられない。サムチンはドラマチックね。それに一緒に使うから大丈夫よ。そのうちに仕組みがわかるからお楽しみに。ここをカットすれば終わりだわ。よし。新しい文房具をテストしてたんだけど見てみる？うん、それ貸して。もう色は塗ってあったっけ？ごめん、サムチン、なんて言ったの？見て、このクラフトのデザインにぴったりでしょ？いいじゃない。すぐに始めれば。こっちも続けるから。グルーガンは熱いから指を火傷しないように気をつけて。次はこの段ボールを接着してみよう。よし。オーガナイザーの幅はあのストリップの幅で決まるんだ。アクセサリーは？はいはい。ここでは接着剤の使いすぎに気をつけて。正面の部品を取り付けたら上半分の出来上がり。素早くてシンプルだったね。そんなこと言って。下半分も同じ要領で作ってみよう。少しスピードアップするわよ。よし、できたわ。この小さな部品でつなげるのよ。ここで必要なのはクラフトマスターに任せてよ。うん、イエーイ。次は何するんだっけ？
そうだ、マスクを忘れるところだったわ。クルーメイトにはマスクをさせなきゃね。アクセサリーが必要だって言ってなかったっけ？最後はリアルに見せるための黒の発泡紙のストリップを貼って。サムチ、オーガナイザーを持ってきて。パクパクパク、早く使ってみたいな。もう少しよサムチン。よっ、卵のアクセサリーよくできてるじゃない。よし、開けてみよう。あ、サムチン、いつ入れたの？乗り気になったから作っちゃった。よくできてるでしょ？そんなこと言って、よくできてるじゃない。みんなもそう思ったら、このクラフトをサポートするために高評価してね。うん、でも、まだ文房具が残ってて中に入らないんだけど。じゃあ、奥の手を使うしかないわね。もう一つケースを作っちゃおう。次のシーンを楽しみにしててね。よし、やり方を覚えているかチェックするために素早く復習してみよう。次は色を塗って。よし、緑も最高。次は黒で縁取って。よし、次は両方とも上下半分にカット。思ったんだけど、今回は内側にいくつかのセクションを作ってみない？そうすれば整理しやすくなるよ。うん、グッドアイデア。それにタイミングもぴったりだったわ。この部分を終わらせてから考えてみよう。よし、はい。この部品は曲がってる部分が多いから、失敗しないように気をつけてね。スーなら平気だよ、上手だから。頑張れ、イエーイ。みんなもそう思ったら高評価ボタンを押してね。よし、ここに小さな段ボールを接着して、クリップなんかの小物入れにしてみよう。このスペースも2つのセクションに分けられるわ。うん、いいね。レッツゴースー、レッツゴースー。ホットグルーを使うときには絶対に気をつけてね。よし、少し押し付けてっと。2つ目も。よし。ねえサムチン、もう上の部分を作っておいてくれたんでしょ？忘れてた。一瞬で終わらせるからちょっとどいて。ありがとうサムチン。じゃあ次の部分を組み立ててみよう。よし、少し押し付けて。できたわ。骨もつけなきゃね。はい、マスク、うまくできてる？どれどれ、完璧じゃない。よくできてるわ。アクセサリーはこっちには何かつけないの？もちろん。見て、この王冠は緑のクルーメイトにぴったり。よし、みんな準備はいいか？出発だ。スー将軍、全員任務に就きました。ありがとう。全部入ったみたいね。ペンも鉛筆も小さなクリップもみんなうまく整理できたわ。じゃあ両方とも一緒に見てみよう。行くわよ。のマーカーを取って。うん、よ、はい。何を描いてるの？ちょっと待って、あっち向いてて。はい、見ていいよ。うん。なんでスライムがたくさんいるの？単なるスライムじゃなくて、アマングアースのスライムだよ。この中の一人はインポスターなんだ。でもそれが誰かは秘密だよ。もう、最後まで見てくれてありがとう。今日のクラフトが気に入ったら高評価してね。他にもクラフトを見たかったらチャンネル登録するのもお忘れなく。僕は秘密を知ってるけど、スーには教えないよ。じゃあ教えてもらわなきゃ。バイバイ。